はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビシです。では今回は対抗力士伝5、細川藤孝悪名コンプリート物語続けていきたいと思います。前回までにですね、関心取りました。さらに次、表裏卑怯のもの、まあ、これはですね、城主になって5回多勢力に寝返るということを行うと手に入る札なんですけども、それを取るために必要な城主になるという条件、これをね、まず達成するために浮田家で成り上がり、家老を射止め、ついに城主になったというところまでお届けをしてきました。今回はその続きになります。まあ、早速なんですが、そうだな、今あの砥石山城の城主になっているんですけど もうこの足で寝返りましょう。最初に寝返る先は、まあ、確実なのがやっぱり一番仲良くなって主人公の札もくれた長宗我部、国近のもとに行ってまずは寝返り、いや、せっかくだからちょっと他の河野家とかにも顔を出しながら進みましょう。まあ、仲良くなるという条件が必要になってくるので、寝返るためには、そのためには茶席、お茶で外交をしっかり行っておきます。まずは1回目の寝返りね、済ませておきます。で、あとはですね、表裏卑怯を取った後のことも考えて、次が主殺し共有、まあ、つまり自分自身が謀反を起こすということが必要になってくるので、家臣団の強化も必要になってくるので、家臣団の強化のために斎藤家が滅びていたので、斎藤家のいる美濃まで行って、そこで有能な家臣団を調整していきましょう。これでまず1回目の寝返り完了ですね。長宗我部家の細川藤孝、1回目完了です。次2回目はですね、本願寺とも仲良くなっているので、本願寺も確実性が高いので本願寺のところに行きます。で、本願寺の後は山名に行って山名でも寝返る。で、この後が少しまだ親密度が足りてないので、家臣を集めながらですね、親密度を毛利とそして河野と高めていこうかなと思います。まずはお茶振る舞います。松芝の壺の威力、一気に親密度が上がりますからね。ではこれで寝返りです。これで長宗我部に続いて本願寺へと主家を変えました。せっかくここまで来てるので、ちょっと山名のいる鳥取に行く前に、まあ、金のかかるですね、これから外交やらお茶やらしていかなきゃいけないので、久しぶりにちょっと座に寄らせてもらいましょう。いつものお茶ですね。お茶を買い、後で安く、高く売りましょう。で、せっかくここまで来ているので、まずは三好のところにも顔を出しておきます。もうほんとね、まだ一度も城に入ってないですからね。このおっと、外交手合わせ、寝返りしかないのか。寝返りちょっとやってみますか。三好家への寝返り、これは拒否られたね。まあしょうがない。では美濃まで足を伸ばしていきましょう。まだ一度も自分の城に入らずに次の寝返り先をただひたすらに探すというね、これは悪の道に完全に染まりきった男のまさに悪逆非道まっしぐらという感じですけど、じゃあちょっと美濃の町まで進んでいきます。では井の口の町にやってきました。ここ美濃の町ですね。誰を引き入れていくか、菊丸、藤田伝吾いたな。まずは竹中半兵衛いるかなと思ったんですが、いないですね。そしたら美濃三人衆から加入していきましょう。何、いない。牧前は、牧前いるね。ではまずは襲撃があるのか、まあ茶席を行ってから加入かな。
加入します。一気に跳ね上がるね。まあ都市市場の不満が爆発でまで一度も行ってないですからね。侍大将よし、こんな感じであと何人かというか、まあ、できるだけ多くですね。一徹はいなかったよね。金森長近、ちょっと能力見てみますか。長近の、まあ、悪くはないかな、まあ、とりあえずお茶外交ですね。お茶を振る舞っていきます。大いに越したことはないのでどんどんこう勧誘していきましょう。まあ、1回ではなかなか勧誘に応じてくれない人が多いですね。では次、織田家の家中にも顔を出しておきましょう。誰か目ぼしい人がいればと思うんですが、前田玄意とか欲しいよな。優秀な管理として使えますもんね。定勝の、直政、番直政にもちょっと手を伸ばしますか。太田牛一はね、贈り物で一気にその心を奪いましょう。一般は所属、いや源氏物語だな。それでも1しか伸びないか。まあしょうがないね。他優秀そうな人、秀高とかも欲しいですよね。川尻秀高、喜んでもらえなかった。お茶の外交が通じないやつもいる。では一度戻ります。で戻り品に山田家、鳥取城に行って鳥取で寝返りましょう。その道すがら、そうだな、旗のこういうところにも色目を使っておきましょう。城に行き、何、体が優れない、診察してあげよう。食欲がない、バテ、競争剤無料にします。まあ悪名をどんどん下げないといけない状態なので、そうだな、ちょっと近くにいるので京都に行って、お布施、寄進ですね、これを行って悪名をちょっとでも下げましょう。2まで下げといたんですけど、多分また上がってると思うんですよね。3に上がってるね。なのでまたこれをコントロールしていかなきゃいけないので通っていきましょう。じゃあ次、一式、みんな風邪ひいてんだ。腕がしびれている、万能薬だ。外交したいんだけどな。そしたら山名に行きます。ではここでもまあ寝返りまずできるかどうかですね。まだその時ではないと言われたのでお茶を一回かましましょう。でこれでもう一度しつこく寝返らしてくれと、寝返らしてくれって何度も言いに来るってどうなんだって感じもしますが、これで3回目完了です。ではこのまま一度ようやくですが城に帰りましょう。その前に吉田郡山城によって元就の元を訪れておきます。この辺りの周辺大名とはね、とにかく吉見を通じておく。茶席、こんな感じですね。ではこれで、少し時間を進めていきたいと思います。ではまた毛利と河野にターゲットを絞ったのでここに出入りしていきましょう。で兵力は必要になるので徴兵は行っていきます。ただし徴兵ができるほど価格の高い家臣がいないので自分で徴兵していきます。まあその間はね、毛利と河野と往復しながらお茶の外交を繰り返し、その間に国力をつけつつ、どうにかこうにかという感じですね。で現時点で
家臣を雇っても主家を変えた時に移られてしまうので、あの家臣を雇うのは一回やめます。あ、西本寺のところに来ちゃった。宇和島城に来ちゃいましたね。行き過ぎでしたね。顔も見たくないと怒られてしまったので、さっさと河野家のところに行きます。これでどこまで来てるかだな。まあ、マックスまでは惜しいけど、ダメだったら今 1.5 ですね。ハートの数 1.5。 ではちょっと元就のところにも行ってみましょう。どれくらい今星がついているか、ハートがついているか見ておきたいと思います。同じく 1.5 ですね。なのでもうちょっと時間をかける必要がありそうですね。では自分の城に帰ります。まあ、あの浮田家中にいた時にせっせと大きくした岡山城が隣にあるのでちょっと怖いですよね。自分で大きくした城が敵の城として隣にあるので、なんとも落ち着かない感じがしますが、では砥石山城に入って表情を確認しておきます。軍資金調達、修行 OK だね。新たな試練を与えておく。利家にはそうだな、軍資金調達しかないよな。あと2人は修行しかない。もうちょっと価格の高い人が欲しいですよね。ではこれでまた自ら連兵場に行き、訓練、いや徴兵だ。961、まあ1万5000からぐらいの軍はちょっと惜しいですもんね。1しか上がらなかった。ではこれで再び毛利と河野家のところを往復するっていうね、ちょっと作業を行ってきます。利家が侍大将に昇進しましたね。これで治安の回復と徴兵ができるようになったので、少し任せていきましょう。徴兵もやってもらわなきゃいけないしね。で、自らは京都に行ってお布施を預けて悪名を下げてきます。で、河野と毛利のところに行って松島の壺外交も展開していきましょう。あと 2,3 ターンも通えばですね、おそらく、親密度がマックスに達成すると思うので、まあ、そのタイミングでですね、毛利、河野と、順番に寝返りを行っていきたいと思います。自宅でちょっと一旦寝ていきましょうか。まあ、このまま行くと最後河野家を滅ぼして主殺しと共有を手に入れていくことになると思うので、そこまで大兵力は必要ないと思うんですけど、やっぱりそれでも1万5000ぐらいの軍勢の数は欲しいのと、武将も最低5人は欲しいので、そのあたりを見据えながらですね、計画的にプレイの方はしていきたいと思ってます。まあ、まずはとはいえですね、お寝返りができるようになるかどうか、ちょっとここ一旦試してみましょう。よし、山名から毛利元就の元へと寝返る。これで4回目達成ですね。じゃあ続いて河野家、ここよ。問題はまずは城に行きます。人物情報、親密度は星ハート2ですね。結構ね、中学校ぐらいに好きな人
好きな子だった女の子の名字が星だったんですね。なのでどうしてもちょっと星って言っちゃいます。では寝返りなるかどうか。よし、これで毛利から河野へとさらに主替えを行い、表裏卑怯を手に入れました。ここまでね、順調に来ましたね。あとはこの最後に受け入れてくれた河野さんのところに行って謀反を起こせば完了ですね。まあ一旦戻ってですね、ここから家臣団の強化を行っていきましょう。はい、ではだいぶ家臣団強化しましたので、ここからですね、国を強化して、河野に謀反を起こせるように、もう河野って呼びつけにしちゃいましたけど、謀反を起こせるようにですね、強化を行っていきましょう。やっぱり一番は徴兵、あとは治安の維持、まあ、このあたりですかね。守名をゴシゴシ言い渡していきましょう。で、他の人たちは一刻も早くより多くのミッションがこなせるようにせこせこと働いてもらいます。まあ、とにかく今はね、国を強くすることが大事なので、今この砥石城の兵力は8000ぐらいですね。で、河野を滅ぼすのに必要な戦力、それがどれほどかというのをちょっと忍び込んで確認しておきましょう。まあ忍び込む必要もないのか、自分の勢力ですからね今は。なのでここは見ちゃいましょう。あ、兵士数8000か、それなりだな。だけど、1万5000ぐらいの兵力を集めればこれは潰せそうですね。今7000ですね。なのでじゃあ自らも戻って急いで徴兵を行って、1万5000の兵にして謀反を起こしていきましょう。というところでですね、ちょっと今回も短めですが、一番難関と思われていた表裏卑怯、無事取ることができましたので、次はですね、主殺しと共有、これのダブル取りをしに河野に謀反を起こす、まあ、そういうところをお見せできればいいかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆様も引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。